ぽんちゃん、おはよう。今日は曇りなので、お花はちょっと横にしています。太陽の光があまり来ないんでね。気温的には15度になるということで、もう朝から結構ポカポカあったかいんですよね。暖房を止めました。ポンちゃんは朝6時40分頃だったかな、窓を開けたらすぐにここに来たんですけれども、あんまり見るものがなくて日も差してなかったので一度、ベッドに戻りましたが、また戻ってきたね。少し明るくなってきたのかな。あ、ベッドどころか、マオイママさんの布団の上で寝てたね、さっきはね。重いって言われてたね。おちゃん、君、重い女だよ。あ、日がちょっと出てきたね。ただ薄い雲の向こうから日が差しています。トレーシングペーパーのような明かりです。お、ピントがこっちに合わせる。すごいね、黒いものはやっぱり苦手だね、男カスは。ポンちゃん、年をとって白髪が増えたらピントが合うからね。はい、ジャン君。ジャン君は安定のピントを寄せてくれる柄ですね。はい、あなたの目を覆うようにしましたよ。目閉じたらね、ピントがどこってなっちゃうんだけど。すごいね、最近のカメラはずっと追尾していく。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君重いと思うよ。どうですか、ジャン君。重くないですか。